中央競馬、ニュース中央競馬2018年3月29日20時2分もやの中での調教となった水曜朝のみほとれ。リングセンター、拡大、火曜日の夜から湿度が高く、みほ入り時にはすでに辺りは霞んだ状態。嫌な予感がしていましたが、案の定、水曜朝は一面のもやの中での調教となりました。今の時期の調教開始時刻は朝6時ですが、最初に足色が確認できたのが、8時3分の桜トップライフ。2陣の終わりかけで、さすがにここまでもやが続いたのは記憶にありません。GI シーズンというのに、調教馬の4分の3がもやで見えずという非常事態。今週は調教での良し悪しが測りづらい、なんとも荒れそうなムード。いつも以上に精査して穴を狙うつもりです。とはいえ、水曜朝の調教での収穫もありました。4分の1程度しか確認はできませんでしたが、その中でひときわ目立ったのがクイーングラス。馬田有事厩舎の3歳牝馬でまだ未出走ですが、今週のミホハンノでは、G の馬に2秒差以上をつける断然の一番時計をマーク。欲を要す馬場でラスト失速する馬が多い中、4ハロン49秒7もさることながら、1ハロンの12秒0もこれまた最速値。これは、都調教採点は破格の、8、を打ちました。デビュー前の馬に採点、8、をつけたのは初めてかも。今週も出馬投票はしませんでしたが、来週以降、出走してくれば迷わず、下位に出るつもり。皆さんも記憶の片隅にでもクイーングラスの馬名を置いておいていただければ、と思います。みほと競販から販路担当の佐藤圭でした。調教展開馬場アナ3連複3連単プロフィル実定の南関東競馬の厩務員入りを機に競馬にのめり込み、サンケイスポーツの門を叩く。数年の下積みを経て、競馬8の TM としてデビュー。予想スタイル少ない資金でのローリスクハイリターンを念頭に、常に心がけているのは馬の変わり身。状態面、適正面での一変の可能性を探求し、人気薄の激走を3連複で拾うスタイル。